ということで、ついにやってきました、サンタ村。フィンランドのラップランドというエリアはサンタさんの故郷として知られています。でここを来ることになったのは、以前 YouTube ライブでコメントの旅っていうのをやったんですけど、最初にリクエストがあったのがこちら、フィンランドのラップランド、サンタ村に行ってほしいというリクエストでした。ということで早速夢を叶えにやってきましたよ。ここではですね、本物のサンタさんに会えたり、あとトナカイのソリに乗れたり、ハスキー犬犬ぞりをしてきたりとか、いろいろアクティビティがあるみたいなので、今日は一日サンタ村をレポートしていきたいと思います。だいぶ明るくはなってきたんだけど、今日は霧がとても濃いです。気温は0度ぐらいでとても寒いんですが、雪は降っていません。雪も積もっていません。ホテルのリセプションになっていて、あそこの三角屋根の建物にサンタさんがいます。今回サンタ村来るにあたって、事前にテンチムと小野田さんの動画を見て予習してきました。あれからコロナを経てね、何年か経ってるので、いろいろ変わってるところはあると思うんですが、ちょっとその動画を見てワクワクしてきました。あ、これはいろんな都市の方角を指してるやつだ。東京あるね、TOKIO。 東京7340キロ。結構ね、日本から多くの人がこのサンタ村目指して来てるみたいですけど、 TOKIO って書いてますね。 7340km も離れてる。ロンドンは 2260km。 それではついにサンタさんに会いに行きたいと思います。こちらのミートサンタという建物でサンタさんと会えるみたいなので入っていきます。朝10時から夕方5時の間会えるそうです。ここが入り口であってるかな。あ、サンタさん矢印こっち。で後で行くんですけど、サンタ村には郵便局があって、手紙を出すこともできます。ワクワク。すごい、サンタさんのスノーモービルだ。もうここ、あ、サンタさんの声が聞こえる。もうサンタさんの声が聞こえる。もっとさ、並んでると思ったの。もうすぐそこだ。そこからは写真 NG みたいなんで。無事にサンタさんに会えました。残念ながら動画は撮れなくて、昔はサンタさんと会話してる様子とかを天井カメラで撮影して、その動画データとかも変えたみたいなんですけど、今はそういうサービスはなくて写真サービスだけでした。で私今回写真一緒に撮れました。こんな感じです。あとはせっかくなんでハスキーのぬいぐるみを買って、クロエのお誕生日、あ、クロエのプレゼントにしたいと思います。もうこの壁のね、1枚後ろにサンタさんがいるんですけど、動画は撮れなかったので、サンタさんに会いたい方はぜひフィンランドまで来てみてください。忘れないうちにサンタさんと何喋ったか残しておくんですが、まず噂ではすごい混むって聞いてたんですけど、すごく空いていて、ほぼ私とあと一組ぐらいしかいなかったので、サンタさんもね、たくさん会話をしてくれました。何分ぐらい、3分以上はお話しさせていただいたと思うんですけど、まず日本から来たって言ったら、日本語でこんにちは、私はサンタですって言ってくれました。お元気ですかとか、簡単な日本語をね、話し切ってくれましたね。あとは趣味は何って聞かれて、まあ、乗馬って答えたら、あ、じゃあレインディアっていうあの鹿、トナカイにもソリに乗ることができるから楽しんでねとか、近々日本にクリスマスプレゼントを届けに行きますかって聞いたら、もちろん行くよって。ここだけの話、日本にプレゼント配った後は温泉に入って帰るんだって言ってました。結構ユーモアあふれるね、笑い方もサンタさんって感じの、フォーフォーフォーって感じのね、笑い方されててね、わあサンタさんだって思いました。贅沢な時間を過ごせて幸せです。お部屋の準備が早めに完了したということで、今からコテージに向かってみたいと思います。サンタクロースホリデービレッジです。コテージを丸々貸し切り型ですね。でなんかサウナとかもついてるみたいなんで、ちょっと楽しみ。こちら12番。お、結構コテージ大きいね。おー、じゃじゃん、こんな感じです。広々としてる、クリスマスっぽい赤を基調にしたデコレーション、ルームデコレーションになってて、ベッドがあって、サウナないかな、もしかして。あ、ある、サウナあるやん、すごい。
サウナが入ってますね。素晴らしい。さすがフィンランド。休憩所としてレンタル、お部屋を1個取りました。朝7時にロバニエミに着いて夜9時の飛行機ということで、途中で体力が尽きてしまうだろうという予想でね、休憩場所としてレンタルしました。通常このエリアだと1泊400ポンドぐらいする高いエリアなんですけど、昨日の夜の時点でここ1泊130ポンドぐらいで借りてたんで結構リーズナブルでした。はい、ということでちょっと準備してサンタ村散策始めます。レインディアがいる。あそこにいる。初めて見た。なんか体自体はちっちゃいんだね。でも角がすごく綺麗。すごい。ここがサンタクロースレインディアのコーナーです。でこのトナカイのソリはもう事前にチケット買ってるんで乗れるはず。ちょっと受付行ってみよう。ハスキーちゃんがいる。かわいい。いやーかわいい。寝転んでる。ちゃんとしたソリだ。かわいい。あれだね、アナと雪の女王のなんとかだね。アナ雪の舞台もフィンランドらしいよ。行け。OK, thank you. 並べばいいみたい。ここね、一周ぐるっとするだけの5分間の短いライドなんですけど、まあそれで十分かなって。めっちゃ寒いからそれで十分かなと思います。 Hello. The second one. OK. 二頭目の鹿に、あ、トナカイになります。よろしくね、よろしくね。わあ、すごい柔らかい。あ、すごいふかふか、トナカイ。じゃこれに乗るのかな。こんな感じ。足つりそう。いやいや、あ、ちゃんと毛布、毛皮かけてくれるんだ。これトナカイの毛だね。トナカイのお尻かわいい。優しい顔してる。おお、動いた動いた動いた。びっくりした。いきなり動いた。レッツゴー。あー、足かわいい。お尻400メートルをゆっくり5分くらい、10分弱かけて行きます。そんなに揺れない。まあ歩いてるだけだからね。頑張ってね。重たいよね。頑張れ頑張れ。ここはあのミストナカイ、ミストナカイじゃない、ミスサンタがいるお家。ここはミスサンタのお家です。ミセスサンタのお家、大きい。ほら近い後ろ。こんにちは。すごいね、角立派。かわいい。今回トナカイライド5分10分の短いコースですけど、半日ツアーとかもあって 3,4 時間ソリに乗るんですが、それだとね多分凍え死んじゃう。この5分10分でももう手が冷たくて足も冷たいんですけど、5分10分でちょうどいいかもしれないと思った。あのさっきサンタさんとねお話ししてトナカイのトリビアを教えてくれたんですけど、トナカイはすごく手間がかからない動物なんだって。私は乗馬するから馬の話をしたら、馬はすごい手入れが必要なんだけど、トナカイはほっといても生き延びれるぐらい飼育がしやすいらしくて、それがトナカイのいいとこだって言ってました。着きました。寒かった。無事にトナカイライド終わりました。 What's his name? サレ? サレ、yeah. サレ君。サレ君ありがとう。 Thank you. He's a male? Yeah, all his all of male、yeah.How many reindeers are in here, in this park? Now we have only 10, but 10. In the middle of the season, maybe 50. Oh, okay. Yeah. Thank you, Saleh. ここのね、サンタのスモークサーモンハウスってのがすごい人気のレストランらしくて、いつも混んでるんだよね。ここももし行けたら行きたいと思いますが、今から行くのは隣のポストオフィスです。これがポストオフィス。サンタクロースメインポストオフィス。ポストカードを買って郵便することができるんだけど、ちゃんとねサンタ村の切手とかもスタンプが貼られて送られるみたいです。日本のね家族とかに送っても良いですね。これいいね、あったかい、あったかみのある絵。サンタさんが暖炉の前でくつろいでる。あー、どうしようかな。 This one スタンプがいっぱいある。 2.25 ユーロで送れるんだ。うふん。Name and address. Okay. And here are the greetings. Okay. Thank you. じゃあせっかくなんでポストカードと切手を買いました。これを日本の福岡の実家に送りたいと思います。まずスタンプがねめちゃくちゃ可愛いの、わかる？
な感じ。これをシールになってるので剥がして貼ります。こんな感じで、あとは名前と住所ここに書いて、こっち側にメッセージを書けば OK。 書けました。久しぶりに日本語の文字書いたから全然漢字が出てこなくて、なんか文章が幼稚園児みたいになってしまいましたが、日本のお母さんに手紙を送ろうと思います。このポストボックスにノーマルメールと、ノーマルメールはもうすぐ到着するやつで、クリスマスメールっていうのはクリスマス当日にね届くようになっています。どうしようかな、せっかくならクリスマス当日に届くようにしようか。はい、届きますように。 OK。 あ、サンタさんに手紙を書くこともできるんだ。ちなみにこれサンタさんからの手紙をもらうこともできて 8.9 ユーロなんですけど、 QR コードスキャンして住所入力するとクリスマス当日にサンタさんから手紙が届くらしいです。ハスキーちゃんの鳴き声がする。行ってみよう。 Right. I would like to buy a ride. You have a husky ride? Yes. Just be on time. Do you know where to take it? What time is your husky ride? 4. We're here for the tour from 3 p.m. Oh. It's now just 3 p.m. Yeah. You said 4 p.m. Yeah, our ride is 4 p.m. but they said we can have a... The guided tour will be... Yeah. Okay. Yeah? Alright, just wait in the front here. Okay. Kawaii. Konnichiwa. Hello. Genki ga ii ne. Genki ga ii ne.もう出走準備をしているハスキーたちがいます。犬ぞり、あれがリーダーだね。リーダーが士気を高めてます。2列になって走るんだね。もう走りたそう。すごいな、もう士気が高まってるね。もう先頭の子がリーダーだよ、かっこいい。みんなついてこい俺にって感じだね。みんな準備はいいかみたいな。船長、レディー、頑張れ。すごいすごい、あんな重たいの引っ張ってくる。すごい早い。すごい。すごい。このパークにはね、111匹ワンちゃん、ハスキー犬がいるということです。全員にこう名前がね書いてあるからね、みんな気に入ったワンちゃんのハガキとか買って書いてましたよ。こんにちは。綺麗ね。寒くないですか。かわいい顔出してるの。顔出してるのかわいい。あらーかわいい。ハロー。 OK。And during the ride, please keep your hand inside the bicycle, not spread your arm like. And hold tight on your camera because it's gonna be some bumpy ride. Okay. 行きまーす。頑張れワンちゃん。6キロぐらい一頭あたり走れるんだよね。Okay. Yes. No, 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 no. Woo! 行け。頑張れ。ちょっと疲れちゃうかな。頑張れ。一番手前がやっぱきついのかな。Woo! 結構揺れる。頑張れ。頑張れ。早い。ラスト早い。もう帰りたい。イエーイ。Good boy. Amazing. Thank you. ああ楽しかった。もう手の感覚がないぐらい寒い。もうね今夕方4時なんですけど、もう真っ暗だね。さっきのサンタスモークハウス入れました。夕方5時までだったんだけど、今4時20分でギリギリセーフで入れました。ホットコーヒーが温まる。予想以上に寒かったわ、サンタ村。メニューはこちら、シンプルでサーモンしかありません。裏面はドリンクです。いやー、いい香りが充満してます。すごいいい香り。
おいしそう。それではそこで焼いたばかりのスモークサーモンです。おいしそう。はい、おすごいジューシー。見てホクホク。いや寒かったからこういうのが染みるんですよ。うん、うまっ。おいしい。めっちゃおいしい。すごい香りが。おいしい。寒かったからめっちゃ染みる。やばい。ポロポロする。うん。うん。これはね、サンタ村に来たら絶対食べてほしい。これはおいしいわ。並ぶだけの意味がある。フィニッシュチーズ、焼いたチーズだな。フィニッシュチーズ、フィニッシュじゃない。クラウドベリーが何か知らないんだけど。うん、うん、甘い。デザートみたい。これクリームとベリーのケーキをデザートにいただきます。あ、すごい。意外とベリーの甘酸っぱい味が強いわ。うん、うん、くどすぎない。フィンランドはブルーベリーが有名らしいね。ブルーベリー狩りとかが季節によっては人気で、ユージーがおすすめですって言ってたけど、この時期はないんじゃないかと思って。おいしい。大満足。いや、ごちそうさまでした。北欧の寒い海で獲れた脂の乗ったサーモンがもうめちゃくちゃジューシーで本当に美味しかったです。今まで食べた焼きサーモンの中で一番ジューシーかもしれない。やっぱりこの焼き方、焼き方がポイントなんだと思うよね。炭火で遠赤外線でじわじわ焼くから中もしっかり火が通ってて、もうジュワーって脂が出てくる感じ、めちゃくちゃ美味しかったです。ご賞味あれ。ごちそうさまでした。美味しかった。こんな感じでね、ほんとちっちゃくて席数少ないんだけど、だから混むんだけど、テントの中でね、伝統的な焼き方のサーモンを食べれるサンタズサーモンプレイスでした。きれい。うわ、これ動画じゃあんまり伝わんないな。ラップランド、サンタ村がライトアップされてるんだけど、霧と相まってすごい幻想的。はい、ということで今無事にチェックアウトをしました。ホテル予約しといてよかったですね。数時間でしたけど、やっぱりゆっくりサウナに入って休むことができました。いやー、サンタ村かなり充実してましたね。クリスマス気分を堪能することができました。ぜひ今後フィンランドのサンタ村行かれる予定がある方はこの動画を参考にしてみてください。それでは最後まで見てくれてありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。